お疲れ様です。さあ今日も始めましょうか。戸建て、あ、違う、間違えた。これ次です。中卒社長が語るか。お金なんかなくても大丈夫、会社が絶対大きくなる方法。まあ、ちなみに中卒なんですよ。ね、最初はあんまり言いたくなかったけど、まあ別に今ね、まあそれなりに一生懸命やってるし、会社もそれなりになったから、まあ別に逆に今誇らしいぐらいじゃないですけど、まあ別に中卒だろうがなんだろうが、まあ今職人さんがこれいっぱい見てくれてるで思うんですけど、なんか俺なんかお金持ちになれないみたいな、絶対あると思うね。俺も若い時本当あったから、なんか俺なんか所詮って。俺別になんかね、今でこそこうね、今42ですけど、これ動画ね、だけど16、1からまあ職人で働いてるけど、まあ、別に本当ろくでなしだったからね。お金も全部パチンコで使っちゃうとか、キャバクラ行くとかね。だから、アホでも何でもいいで一生懸命やりゃお金は、たかがお金だからね、本当にたかがお金、なんかお金に振り回されてる人って多いけど、まあね、お金を稼げば稼ぐほどお金に対する免疫って多分ついてくると思うから、いろんなことを俺も学んで、なんかね、そんなちょっとやそと、例えばあるじゃん、いい話っていっぱい転がっとるから、いい話か悪い話か知らんけどね。でそういうのって飛びついて、俺も失敗したことも若い頃にあるしね。だからなんかこれやったら儲かるとか儲からんとかさ、で儲かる儲からんがもうまず基準が人間違うんだろうと思うんですけど、まあそれも本当に経験しんとわからんな。人から言われてどうとか、この動画見て変われるもんじゃないけど、まあただね、その中卒だろうが職人やっとろうが、絶対に成功できる、これを保証する。ただもうその下りのエスカレーター、上りのエスカレーターってよく言うんですけど、もうこの業界自体がね、もう誰もうまくいってない、まあ、うちも成長もしてないと。で誰もその周り見てやっぱ成功してる人がいなかったら、周りって自分の周りじゃないよ、今なんかネット叩きゃなんぼでも出てくるじゃん。やっぱ成功者がいないようなところには、やっぱもうその下りのエスカレーター乗ってるのと同じじゃん。絶対にそうでしょ。例えば外壁がもう塗らなくていいってなってたのに、 なっちゃったとするじゃん。まあまあ10年後に20年後にはなんないと思うけど、それはね、外壁に薄いね、まあ瓦みたいなもの、薄いもんが出来上がって、それ外壁にベシャって貼っただけでもう塗らなくていいで、トイとかまああるもんで塗らなあかんと思うんですけど、足場かけなあかんと思うんですけど、そうなった時ってもう絶対に下りのエスカレーターじゃん。だからその時にやっても、それはまあその100の努力で10しか得られんことと、10の努力で100得られることは必ず業界にはあるから。ただ一生懸命生きてたらね、だって俺も塗装屋じゃなかったからね、もともと飛び職だったし、で今なんかもう逆に、いや YouTube やったり、いろんなねシステム系のことやったり、その塗装屋だけど、その現場だけが商品じゃないじゃん。うちも集客もそうだよね。で今度 YouTube やって、これから本当コンサルティングやろうと思って、あ、そうそう、うちのねホームページにね、10月これちょっと言おうかなと思ってたんですけど、10月にセミナーやるんですよ。何時かちょっとホームページ見てもらうと分かる。10月12日土曜日だ、名古屋ですけど、名古屋でやるんで、またそれ来てほしいんですけど、まあその時2時間ぐらい喋るんかな、まあ、いろんなこと話してんで、最後みんなでお酒飲んで いい話できやなと思ってるんですけど、中小社長が語る、今日は金の話かでね、まあ、まず会社やるんだったら人物金とかよく言うじゃないですか。経営者は人物金を大事にしなあかんとか言うんですけど、まあ俺の経験だよこれは。まあ、もっとすごい経営者って、まあ、なんぼでもいるけど、たかがこんなね小さな塗装屋さんの社長が言う言葉だから、まあ俺のレベルで言うからさ、もう分かんないけど、俺のレベルで言ったら俺はもう人だと思う。まあ本当にこれがね、なんかまあ今日もなんかいろいろ調べたら、ソフトバンクが300億の投資をしたとかさ、まあ、そんな話じゃないで、ちょっとそれはもう俺のまだ先のステップだと思うんですけど、まあまずなんといってもね、いつも足りてないのは人かな、うちも。お金とかね、物って言ったら、まあ塗装なんで材料買えばいいだけのことだしさ、物ってよく分かんないんだけど、でその特許が持っとるとかね、物っていうのは武器だよね。ただうちではまあ塗装って職人さんの腕が商品なもんで、結局まあそれ人になっちゃうんだけど、ただまあみんなが会社今からやろう、10人20人30人100人の会社作ろうでも、多分さ、そのどこにもないものを商品にするみたいなもの
例えばソフトバンクが投資するとか何百億の投資とか1億2億からスタートするって言ったら世にないものからスタートするわけでしょ、まあ、そういう世界をやると多分物を人物お金だけど、まあ、中小企業特にまあ本当に零細でしょ俺らが中小企業っていうよりも零細がやっていくにはどこにでもあるものが商品じゃん、まあ、誰もがやっとることを真似してやっていくみたいな世界だと思うんで俺はねもう本当に人だと思うわ、うん、で俺はまあ本当に何にせよ人に恵まれとるから、うん、いい人に囲まれとるからあのその自分の社員だけじゃない周りにもだから人だと思うんですけどであの人は運がいい運じゃないと思う俺は、うん、なんか人見ててあこいつ人で損するなっていう人もおるしあこいつは人で得するなっていう人もおるしそれは社員も同じね俺もその何十人も社員おるけどこの人たちに成長してほしいと思ってやっぱ一生懸命いいやつってなこの人は人に囲まれる人材だろうなと思う人を俺は一生懸命育てるから今日明日なんかこれができるとかね、仕事が手がうまいとかじゃなくって器用なやつとか不器用なやつがおるじゃんでも器用不器用が俺物差しの基準じゃないと思うんだよね俺なんか本当に不器用だからね本当にあの会社が遊びに来てほしいわ本当に不器用だよね YouTube でもそうだよねどっちかっていうとなんかシュッと上手にやるタイプじゃないじゃんでこんな一生懸命撮っとるけどさ、うん、どっちかっていうとなんか自分でぐちゃぐちゃになりながら、まあ、昨日ちょうどまあ同級生の社長さんと一緒に飯食ってちょっとキャバクラ行ったんだけどねあこれ行っちゃったわどうかってなのに、うん、まあ、ね、まあ一緒にまあ結構、まあ、真剣な話でちょっと相談事もあったんでいろいろ相談乗ってもらったんですけどまあ本当にまあ多分俺その子に言われたのが、まあ、お前は誰よりも働いておいてもいいと俺らの周りの経営者を見てもお前は多分誰よりも働いておるけど、まあ、不器用だよなってこんなに働いとったら本当はもっと会社でかくなってもいいよなってまあ言われたんですけどだからね何もこれ動画聞いてる人で、まあ、職人やってて俺は本当にそんな頭が良くねえとかなんだとか言うんですけどだって人の親方になるのに一生懸命やれお客絶対呼んでくれるしさで、まあ、ましてや戸建ての塗装とかなんて本当そうじゃんどんだけ早くてもさ、まあ、結局請け負いでやらせるんだからさ、ね、この現場30万で塗ってとかね25万で塗ってとか40万で塗って100万で塗ってなわけでしょどんなに早がろうが遅がろうが関係ないんだわ金払う側はで例えば俺がもしさこの家をさマンションじゃあ500万で塗ってくださいって言ったらどんだけ早くやってもらっても関係ないわけ、まあ、工期だけ守ってくれるのとあとはそこにおるお客様が喜んでくれるようにやってもらうのが大事なわけでおめえめっちゃ早いななんていうのはさそう大したことじゃないわけ、うん、だから、うん、やっぱ、うん、その親身になってお客さんと向き合える人うん、だからその人物金っていうのは人ね人が一番大切にしたっていうのは従業員だけじゃなくてその先輩後輩もだけどお客さんもだよねだからまあこれ従業員が聞いまあ結構聞いてくれてるって言ってこの間ねあのある社員の名前をボン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 出しちゃったんですけど、うん、だからまあいろんな社員が見てくれてると思うや、うん、そのやっぱお客さんを大事にしてくれだよねまあそれはまあ会社でも普段から言ってることなんですけどだってお客さんお客様って言わなあかんかもしれんけどまあお客様がねうわすいいこれ当たったわって塗り替え道場が好きじゃないもんねもう最初は塗り替え道場ってどういう会社なんだろうって言って営業行って管理が行って職人が行ってうわ何この職人さんすっごい良かったわって何この営業さんすっごい良かったわ何この管理の子すっごい良かったわってやっぱ言ってもらったらさもうそれ宣伝したくなるじゃんで俺、まあ、まあこれ昨日の動画だと思うんですけどこれあのね、YouTube あの新聞一面に出たんですよ産業リフォーム新聞でねもうこれ本当あの購読した方がいいけど業界の方年間2万円ちょうどこっち書いてあるプラス消費税って書いてあるであれですけどね年週に2回かな発行されるんかなあ毎週月曜日だだって全然違うわ、うん、毎週月曜日第5週は除くだねでまあ来るんだわ年間2万円でここに電話しちゃいいと思うけどこれね、まあ、この一面に取り上げてくれたんでちょっと CM もしなあかんなでこれねあの一面に出て俺、まあ、これ、まあ、社員に言ったの、まあ、やらしい話だけどお客さんに見せろよってこれねあの写真、まあ、これやらしいって言ったらなんだけどさせっかくうちで塗り替えてあいい子やったでもさ俺でもそうだけどさやっぱね例えばいい服買ったりしたら人に自慢したいから着ていくわけでしょ、まあ、俺こんな服買ったんだわってねあのブランド物の服買ったとかも そうじゃんねだからね、こんなんでどんどんになんだこの会社バカ野郎って言われたらおしまいだけど、うん、だけどいい仕事してくれていい職人さんが来てくれていい人が来てくれてで
こういう新聞にも出たんだわって、うん、私はそういうところで塗り替えしたのよ、俺はこういうところに依頼したんだわってやっぱ言いたくなるような会社にしてったらね、社員も喜ぶしお客さんも喜ぶし、いやそれがさもう隠れてこそこそやってさ、いや安いだけの塗装屋さんに頼んだから人に言えんわじゃなくって、うん、すげえいい仕事しまってさって業務新聞とかにも一面飾るような会社だよって、こんな会社に私は頼んだのよってやっぱ言ってもらったら自然とその輪が広がっていくじゃんね。職人でもそう、うちで働いてる子がすげえいい会社だよって友達連れてくるわけじゃんね。まあ今 YouTube から来るとかもあるけど、でも社員の紹介から人が来るからねうちは、うん、だからそういう会社になればなとは思うんですけど、うん、だから、まあ、まずは、うん、まあ本当に皆さんがそのね、これ職人やってる方多いと思うんで、まあ職人の世界はね、本当に厳しいさ、朝早いし夜遅いから、ね、だからそういう中で一生懸命やってんだから、成功してほしいなと本当思うし、そのために YouTube やってね、まあそれのきっかけになって俺もビジネスにつながればなって思ってるから、うん、まあそういうことね、セミナーやるってさっき言ったよね、多分ね。もう動画一日で何本も撮っておるって、何回、どれの動画で言ったか分かんないけど。うん、まあセミナーもやりますって言っとるのもそうだと思うんですけど、うん、だからそれをビジネスにつなげればなと思っとるんで、まあ、まず人、周りの人を大切にする、うん、別に大したことじゃなくていいよね。本当に一緒に現場に塗っとるやつお金払ってジュース買えとかじゃなくってさ、おはようでもお疲れでもいいよね。なんか相談になったらの相談乗ったるとかさ、まあ、自分でやれる範囲でいいと思うよ。だって俺もそうだよね、今もうまあ、YouTube のコメントに来ても返信もしないわけじゃん。だけど、まあ、自分の範囲でやっぱ最初は返信してたんだけど、やっぱなかなかね、もう俺もなんか YouTube とかでくっちゃくちゃになってきてるから仕事がさ、だからまあね、それはだって自分の範囲で全部が全部お人よしになれって言ってんじゃないからさ、なんか自分の範囲で大切にしてけって言いや繋がっていくし、俺はもう自分の周りにおる人、今で言いやもうほぼ社員かな、まあ、それを大切にすれば必ず社員がお客さんのとこ行って大切にしてくれるんじゃねえかってやっぱ思うしね、うん、だって社員が会社のこと好きじゃない、俺のこと好きじゃなかったら絶対に悪いことするじゃん、いいこと言ってくれんじゃん、お客さんのこと言って。だから会社ってそうだと思うしね、職人が社員が営業がみんな俺のこと好きっていうか会社のこと好きだから一生懸命お客さん喜ばしてあげようと思うし、まあそういう会社作っていかんときは成功は絶対できると思うけどね。それがもう本当に一人から始まる、で二人になって連れとか後輩とやり始めるわけでしょ。そいつがさ親分のこと好きじゃなかったらもう絶対に会社なんかでかくなんないからね、うん、だからそこは勘違いしたらかん。自分のお客さんは誰なんだって言ったらその元請けだけじゃないからね、自分の社員の方が大きいからね、そいつのために一生懸命働くんだからね、その元請けのために、まあ、一生懸命働くのはもう仕事だから商品だからしょうがないことだし、もちろん大切なことだけど、だけど、人を大切にした方がいいよね。まあ、だって俺もお客さんのとこ行って見積もりやってる時はお客さんを一生懸命大切にしたしね、もちろん。だけど今じゃあお客さんが社長と喋りたいですって、もう喋んないの、本当に電話かかっていてもまあ繋がないようにしてるし、でそんなことしたら本当に俺は仕事できないもん。だからお人よしになる必要はないけど、自分が今接点がある人たちをとても大切にしや、会社は絶対でかくなると思います。長くなるでね。